テレビ東京オリジナルウェブ討論番組サバイブ2030司会進行を務めます。入山圭です。今回のテーマはニューノーマルで消費者行動はどう変わる？最前線から考える小売りの dx 推進というテーマでお送りしたいと思います。あの今ね、もう新型,新型コロナウイルスの感染拡大で、もう私たちの生活様式が大きく変わって。 まあ小売りですね。まあスーパーですとかコンビニですよね。そういった小売りの現場での消費者行動にもまあ激変の波が押し寄せているということなんですが、まあそうなると注目されるのが当然ながらこれからのアフターコロナの世界でですね、リアル店舗はどうあるべきかということになってくるわけですね。そう考えるとその鍵になるのはリアル店舗でのデータ活用ということで。 リアルなお店でも,もう今まで、すでに我々がネットで経験しているようなネットと同じよよううななな購買体験がリアル店舗ででも求められるるになってくる時代なわけですねそういった時代の中で身の回りの我々の周りにあるです、ね、リアルなお店というのはこのニューノーマルの時代をどう,などうやって生き抜いていけばいいのかと今回はもうこれ非常に関心あるテーマだと思うんですがリアル店舗の DX 戦略について議論していこうというふうふに思います。 今回はですねこちらにもまさにですねその分野の最前線にお立ちになられている豪華ゲストの方々にお集まりいただいておりますまずはですねスーパーマーケットチェーンを展開する株式会社かすみの社長山本新一郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのまずかすみというスーパーさんのまあ特徴というか どの辺でご商売をされてて最、はいまあ、大きさですとか、はい、あのそういったことをまずあの知らない方もいらっしゃると思うので教えていただけますか、はいえー、当社はです、ねえー、本社が茨城県つくば市にございます、はい、で茨城県内に、えー、今108店舗を展開しておりまして、えー、その他千葉、埼玉そして、えー、群馬、栃木都内にも2店舗ございまして合計今180これで8店舗になる。うん えー、<あ>チェーンでございます。結構ありますね。はい、えー。今年が創業、去年が60周年で、61年目を迎えたところでございます。あの山本さん、あの実はあの私が翻訳者として参加したまあベストセラーに、はい、まあになった料金の経っていう本がありまして、あのまあ他にも私の方も世界標準の経理論って本書いてるんですがどちらでもまあ。 これは私というより、世界の経営学では、地の探索と進化の。まあ、バランスが大事なんだっていうことが、世界の経営学では言われていて。まあ、それを、まあ、両利きの経営や世界標準の経営理論で紹介したわけですね。で、まあ、地の探索っていうのは、まあ、もう。これからのは、まあ、イノベーション。変化を起こしていかないといけないと。その時には、遠くのものをいっぱい見るのが大事で、それが探索で。一方で。 やっぱり既存のものをものすごく深掘ってまあ磨き込んでいくというのが知の進化でこのまあバランスが取れている企業が組織が強いんだというのがまあこれまあ世界の経画学では常識になってきているわけですがその中でリアルの店舗お店のデータ活用ということになるとこれは当然あるものを深掘りするわけですから知の進化ということになると思うんですね。このの辺ですすねあのまあスーパーの茨城北をを代表るるスーパーパトップをされてているといとうお立場から言って リアルなテンポで起きている消費者行動、うん、これ例えばコロナとかデジタル化っていうのを経験せられる中で何か変化って実感されてますかあの私もですね先生のこの書籍は両方勉強させていただいて、ね、あ,ありがとうございますで特にやっぱりこう両利きっていう部分には非常にこう共感を覚えました、はいえー、まあなぜならばですね、まあ、世の中で今リアルの店舗とおっしゃいましたけれども、まあ、世の中でまあどちらかというと、えーまあ、今ニュ,ースのニュースに載ってくるのは リアルではなくてオンラインのそういったビジネスがどんどん客を浴びるはい、はい、まあどっちかというとスマホを使ってねっていう感じですね、えー、そ,そうするとそういった企業っていうのはまあ例外なく私の私どもの企業はちょうど60周年、まあ、61年目とお話ししましたが基本的には皆さんスタートアップですよね非常にこう短い時間で急激に伸びてきたはい、はい、じゃあ我々も当然そういったものを追いたいなと思いながらも実際にはここに大きな。 アセットリアルの店舗の塊があってですね。もう伝統的なね会社ですかね。その通りです。ですからそれをどうやりながらですね、実はやっぱりこう、えー、地の探索をやる必要があるっていうふうに非常に強く思ってました。そう,ね、そういう意味では進化っていうのは一つはですね、我々がこれまで60年間、うん、まあやってきた、はい、例えば経営の構造であったり、うん、あるいはコストの構造であったり、あるいは収益の構造、これをですね大きく変えること、まずそれを変えませんと実は 地の探索に行けないとつまり,なるほどつまりそ,そちら側をもっと改善して、はいまあ、ある意味余裕を作ってあげないと、はい、探索にはいけないいうそうですですからおそらく地の量気機能を得られる企業さんというのは基本的には今の企業がもう結構成長しててですね、はい、それではまたさらに新しいものに行く場合にはそれでよろしいんでしょうけれども、うん、我々の場合にはやっぱり、まあ、60年間なんだかんだ言いながらこう、えー、構造的にだいぶ疲弊してるわけですね。 人件費の上昇である、はい、あるいはいろいろなあの原油価格の上昇物の上昇っていうことで、えー、非常にこうそういった意味では経営的にこう疲弊してる中でじゃあもう一度ここをどうやって構造を変えて次へのその 新しい探索への原をもう一度作り上げるかなるほどですからこれ両方の意味があると思ってますですから我々も今までその何てうんでしょう、えー、雑巾を絞るようにして利益を出してきたさらにもっと脱水器にかけられないかとかですねあの今までとは一,<あ>一歩違ったレベと <laughs> そうしないともうダメだろうっていうのがおそらく地の,その探索っていう部分で、うん、もっと足元にいっぱい埋まってるんじゃないかってことだと思ってます。 そのじゃあ雑巾じゃなくてもう脱水機で絞るぐらい絞るからこそ余裕が生まれると思うんですけど、はい、その時にかすみさんではどういうことをやはり脱水機で絞る部分もですね実はこれ両方にけあの共通しているテーマというのは、はい。 やはり昨今の,このデジタル化だと思ってますつまりこれまでではなし得なかったようなことに関していろいろな技術を使うことで,です、ねはい、解決ができるかもしれないといったことでいうと探索と進化両方にそのデジタルを使いながら、えー、両方の効率、まあ、片方の探索を成功させる進化を成功させるっていうのはやっぱり鍵はデジタルだと。 いうことになるわけですね。はいはい、ありがとうございます。じゃ今日ぜひいろいろお話をお伺いいただければと思います。はい、そして続いてはですね、小売サービス業のためのナレッジサイト承認者を主催していらっしゃいますユキ吉春さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ユキさん、あの小小売サービス業のためのナレッジサイト承認者というものを主催されているということなんですが、これ。 ちょっと初めて聞いたんですけどこれは小売りサービスの方に何かこう知識や情報を提供するサイトっていうことですよね。そういうことになりますね、はいえー、ネットでサイトを無料公開している部分もありますし、はいうん、月刊の雑誌を作ってそれを読んでいただいてその月刊の雑誌も、うん、私は紙と網って言ってるんですね。 紙と網両方で先進的な考え方や情報を提供しよう、そう考えています。あ、そういうことをされてるんですね。と、じゃあとやもさんは普段ご覧になってるっていう。はい、あのよく引用されてます。<laughs> や, <laughs> やっぱそうなんですね。いかがですか、ちなみにユ <laughs> キさんの飛んでる。非常にやっぱり小さな飛んだこうキーワードが多いですね。 まあ今回多分テーマに出てくるその例えばコロナであるとかこういったこの2年間の状況がどういうことを予防したかみたいなことに関しては本当に勉強させてもらってます、はい、なるほど、はい、そして結城さんですね、まあ、まさにその流通小売サービスのご専門ということなんですが今、リアル店舗でいよいよこのデジタルですね DX が入ってきたということだと思うんですけどやっぱりこれはもう当然リアルの分野でも DX は加速していくという理解でよろしいでしょうか。か間違いなく加速しますうん うん、リアルの店舗というのは、はいうん、ノウハウハの宝庫なんですね<ー>、えー、1916年にクラレンス・サンダースさんという人がセルフサービススのシステムを開発しましまた1916年,年ですね。でまあこれちょっと不思議な因縁があるんですけども、はい、その2年後にスペイン風邪というのが大流行しまして<ー>でスペイン風邪も今回のコロナと同じように非接触を求めましたから。うん あクラレンス・スタンダースがか考え出したセルフサービスはそれによって普及したんですね。お<ー>でセルフでものを売りますからね、はい、店にはさまざまな仕掛けやさまざまなノウハウがこう満載されてるんですね、うん、店には。でその満載されたノウハウを革新していくデジタルを使って革新していくこれは本当に自然な流れですがあーこの DX はコロナによって。 まあ、100年前のスペイン風邪と同じようにそういった革新を促進する私はコロナは時間を早めると去年そういう本書きまして、えー、時間は間違いなく早まってそして店舗における DX も間違いなく進むこのように見ていますねいや我々ちょっと知らなかったですね何ちょうど100年ぐらい前ですよね。 実は全く同じようにスペイン風邪が流行った時にやっぱり小売りに大きな確信が起きたっていうそういうことですねお客様とそれまでは相対で物を売っていました、うん、百貨店もそうですし町の薬局もそうですし食料品店も相対で売ってたんですねところがその相対がやっぱりスペイン風邪も良くないということでセルフサービスが2年前に開発されていてまあ クラレンスサンダースはです、ね、これをフランチャイズで売ろうとしていたんですけれどもんスペイン風邪の猛威で,です、ね、フランチャイズ契約などを無視して、えー、多くのこうリーチェーンがです、ね、そのセルフサービスを採用していって一気にセルフサービスが普及されてしまったんですね。 と考えると当然ながら我々これから今このコロナということ自体は残念なんですけどこれでかなりデジタルあの小売りのところのリアル店舗にもうデジタルが入って変革していることは間違いない,ってい間違いないですね山本さんちなみに同じご意見ですかはいそう思いますあのもう一つやっぱりあるのはですねちょうどまあ100年前というのはまさにモータリゼーションのスタートでそれからそれ,それまでの,その市街地の立地のえ商店がですね郊外のサーバムに出ていって結構大きなお店を作り出すわけです、うん ある意味、われわれがやっているようなショッピングセンターとかスーパーマーケットというのはそれをまあ遺産として受け継いでいるわけですけれども、はい、ここにして逆に言うとその EC の動きというのはそのまさにモータリゼーションに匹敵するようなおそらく革命になるだろうとですからまたその二重,に二重の意味で変わっていくんじゃないかというそういうい感じここにまた自動車のね変化も入ってきますからね、うん、まあ自動配送とかねいわゆる最近だと D2C みたいなのも入ってきてますからね、はいはい、なるほどね。 じゃあ今日はぜひまた結城さんもいろいろお話をお願いします、はい、そしてですね最後ですねお待たせしましたすみませんずっとお待たせされてずっとあれですよね<と>ショッパー行動解析サービスゴーインサイトを提供するコニカミノルタマーケティングサービス株式会社の執行役員斉藤博さんです斉藤さんどうぞよろしくお願いします斉藤ですよろしくお願いいたします斉藤さんは今あのコニカミノルタマーケティングサービス会社の執行役員をされているということで はい、あの実は結構、偉い方だということだと思いますがいえいえ <laughs> すみません、お待たせしてしまって、あのこれ、あれですよね、きっと小仁上紀太さんの製品をこう、まあ、販売されるような会社の、まあ、役員をされているということですよね、はいえー、と私は、ですねこの Go インサイトというカメラを使って、ですねあの行動解析をする、はい、このサービスを包含するショッパーデータプラットフォーム事業部というところのですすね執行役員をやっておりますあの私、今日初めて実は伺ったんですが、ショッ ショッパーデータープラットフォーム、はい、つまりショッパーっていうのはお店にに買いに行く人ってことですよね、はい、そこのまさにリアル店舗でもあの物を買う人の行動のデータのプラットフォームを作られているのが、はい、この今コニカミノルさんが作られている Go インサイトというそういう理解でよろしいですかあ今あの入山先生ににお話しいたただきましたように、はい あの私どもはですねあの店舗に設置したカメラを活用して、うん、あのショッパーの属性やあの滞在ですねそれらの購買行動などをですねデータ化してでその、えー、と収集したデータをもとにあの経験豊富な私どもがあの、まあ、あの抱えておりますデータサイエンティストですねが、えー、と分析をして資産出しをしてでコンサルティングをするマーケティングサービスを、えー、提供させていただいてます。へー これも既に,ちなみに,既に実装され始めてるんです、ね、実装をしております、はいはいで、その中でですね、あの今回、かすみ様とあのご縁がありまして、<あ>えこの解析サービスをあのさせていただいているという形ですもうかすみさんの方で実は g o インサイト、疲れている POC ということでテストさせていただいて、はいでまあ、その結果を今、いただいたところでございます。はい ど,どうですかちなみにちょっとまだ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 分か,あの分かってない状態だと思うんですが感触としては。そうですね当然あの我々が通常ポスのデータといわれるその購買データだけを使って見てるものとはまあ違う情報が取れるっていうのはまあ当然ですし、うん、まあそれが我々が常時あのお店にいて見てる分にはまあそんな感じなんですけれども。 見てなくてももっと膨大なデータを貯めたときにあこんなふうに見えるんだというような気づきはあの十分得られると思いますあの斉藤さん、今はもう早くも違うデータが手に入るなというお話だったんですけど、はい、具体的にどういったデータが、はい、今まではいわれるる要するにスーパーとかコンビニですポスですよね、はいあの、お客さんがレジに行ってピッとやったところで何をいくらで買ったかという情報は分かるけれども、はい、まあ逆に言えばそこしか分からなかったわけですね、Go インサイトというのは、はい、どういった情報が他に手に入るんですか今、えー、今までは今お話しいただ いたただきましたようにいわゆるコンシューマーというですね、えー、と買った人の、えーまあ、いくつ買ったですとか、いくらで買ったっていう情報が、えー、手に入るっていうのが、はいまあ、そのほとんどでした。で、えー、と今回のこの Go インサイトというこのカメラを通して、えーまあ、データを取得して得られる情報はですね、 そのショッパーといいまして店頭で商品を購入するそのきっかけを作っている人の行動を解析するということができるようになったということです、うん、で具体的に言いますと例えばお菓子を購入する方ですねはい、はい、ポスデータで言いますとコンシューマーマは本,本来であればコンシューマーはお子さんなんですけれどもポスデータだとです、ね、お母様が購入されたりお父様が購入されたりすることになってしまうと。なるほど はい。そうか。ですので、えっ、ー、とそのカメラで行動解析をすることによって、えー、リアルに、えー、接触をした人が誰であったか、えー、商品を比較した人が誰であったか、えー、そしてこう悩んでいた人が誰であったかっていうことが、あの粒さに分かって、それがデータ化できるということです。確かにあの僕も娘とスーパー行くんですよ。で、あの娘め <laughs> んくさいから、お前ももうちょっとお菓子コーナーに行ってなさいと。で、今日買って200円まで買っていいから、それで、ね、パパは。<laughs> 買い物するからって僕はそれでなんか野菜コーナーとかお魚とか買ってちょうど一周戻ってくるとお菓子コーナーで大体娘が最後のジャッジメントしてる頃なんですよね。<はい S 1> でこうねあ「まあ、まあパそしたら10円いっちゃうんだけど」みたいな「しょうがないかな」みたいなだからでもそっち側の行動が実は本当に買ってる方ですよね。あの そっっっちがわかるるていうおっしゃる通りですねですので今、今あの本当にお話がありましたそのジャッジメント、真実の瞬間というものを捉えて、えー、それをですね、えー、と例えばあの反則物を作ったりするときもしくはその反則物の効果測定ですね、うん、いうものに使うことができるということですなるほど、うきさん、どうですかこの強引サイトもうあすでにご存知だというふうに伺っているんですがどういうふうに評価されてますか。今は POS データにプラス、まあポイントカードのデータなどの ID POS データっていうのがあります。はい。つまり顧客がひ紐付いたものですね。でもどちらのデータも結果なんですね。えー、購買しようという意思を決定するプロセスはわかりません、えー。そのプロセスをまあこれまたデータ化して、えー、見える化すると、はい,はい。こういう役割は非常に大きいと思いますね。はい えー、かつてはそのお客さんがどう動いたかなどを追跡調査っていうのをやったんですね。一、うんえー、人お客さんが入ってこられたら店員さんが後ろをついていってレイアウトの中にこう入ってそしてどの売り場は四角になってるだとか<笑><笑>マジですか全店舗入ったら調査するためにこっそりこうやってあ,あの人はあ,のあの棚買ったとか。 それを200事例ぐらいこう作るとあそれはあのデータはいつも見ましたけど自分ではやりませんでしたけどえそんなことをしてあくまでででも人海戦術で調査してたんですねそれがカメラによって自動的に一定期間そしてそれがまたデータ化されてくるとつまりものが売れた誰が何を買ったかというデータに買う前にどのように動いたかという。 それれもデータ化されてくくるとということですねまあよくほらあのスーパーマーケットというのはの私みたいな素人の,社会あの先生ですけど、うん、こう回遊行動というかどういうふうに回遊したかで、うん、実は結構そので実は意外なところに置いたものが、うん、お客様が手に取ったりみたいな、うん、実はそういう部分がありますよね、うん、ただ今までそれがデータ化されてなくて最後のポスレジのとこしか分かってなかったとそこが全部分かってくるという,、うん、そ,うそういう理解ことですか、ね、そういうことですね やっぱり山本さんこれもし本当にうまく入ってくると相当武器になりますすよねねそうです、ね、我々、小売業というのはそのお客様のまあ俗にインサイト、はい、まあどんなことを考えているかあるいはお客様がどんなジョブを持って今、買い物されているかって実はわからないんですね。はい で今言われておっしゃったように結果のデータには子どもの購買も入っていれば家族の購買も入っていれば、うん、ある意味購買代理人ですから、はい、そういう意味ではそこの情報って全くわからないのでそれをどう捕まえるかっていうのはやっぱり大きなテーマですで今言われてることはやっぱりこう全部をどう可視化していくかっていうことの一環だと思ってまして、うん、そのうちの一つがこうカメラを使って画像を使った可視化だということだと思います。でですよよねいや僕なんかかもよくやるののがレジの直前まで行ってから あ卵買い忘れたみたいな、うん、で娘にちょっとちょっとレジのこおバンしてて,つって卵だけ走って焦って買いに行くとかある,あるんですよね,で,すねでも今まではそ,そういうことそれで結局卵の置き場が悪いってことじゃないですかそうですだからそ,そ,うそ,うそういうことも実は今まで分かってなかったんだけどそういうのが可視化されるようになってくるっていうそうなると思いますあとおそらく <laughs> 手に取ってこうそのままやめてしまうみたいな。 でそれは何が悪いんだろうかって、これ結果はわからないんですね。うん、あの売上ゼロはゼロですから。うん、でも大多数のお客様はひょっとして手に取ってるお客様が多ければ、それはプライスが問題なのか、品質見た目なのか、何か。でも何か手に取る以上、何か引かれるものがあったんでしょうってことで考えますと。まあ、そこは我々考えるところはいっぱいあると思いますね。ねよく肉大量に買うんですよ。はい、肉好きなんで。はい、で、最初なんか、あ、この肉いいなと思って、オージービーフ買っちゃうんですけど、はい、しばらく行ってから。 やっぱ和牛のすげえやつあると思って。こっち買うとちょっと予算的にきついんで、こっちでオージービーフ戻すみたいな。それでちょっと一、でも一勝負ちってそういう行動してるんですよね。でもそそれが全部わかるっていう。なるほど。これどうですか、斉藤さんね。あのただ一方でお伺いしたいのが、これあの例えばアメリカだと今アマゾンがアマゾンゴーといって、結構やっぱりあそこもデジタル化したリアル店舗の仕組み作ってきてますよね。このゴーインサイトっていうのは。 これのまあ日本版というか日本のまあスーパーとか小売りさんにあったそういったあの情報を提供するという,ういうそれに近いものだって理解すればいいですかそれともちょっと違うところがあるという。 はいえー、私どもが、えーまあ、活用しているこう、まあ、アルゴリズムの違いもあるんですけれども、はい、えと基本的には店舗全体を補足しているものではないというところがアマゾン Go との違いです、はいで。Amazon Go はどちらかと言いますとオペレーションの観点から、えー、その仕組みが作られているというふうに考えていて、えー、と店舗で、えー、と人がいなくても商品が、えー、滞りなく販売できるというところが、まあ、主眼に置かれているというふうに考えています。 で私どもはどちらかというとそのマーケティングというところを先行させてはいあの開発を進めておりでその部分があのアマゾンゴートのまあ大きな違いになっている<あ>と,いと。もうじゃ思想というか根本的な考えるところは違うわけですね。すはいじゃ本当にそのお客さんのお店でどういう行動を取られているかっていうことを知りたいんであれば、はい、ぜひ強インサイト考えてほしいと。そうですねで例えばそのお客様の行動っていうのは購買だけではなくて、はい、えっと例えばですねあの部屋からの毛束というもの ううのがあると思うんですけども、ヘアカラーのはいあの髪の毛のですねあの染色をする時の色見本ですねはいはいはいとい,、はいはい、いうものが売り場でいっぱい並んでるんですけどもあれは購買には結びつかないんですね、うん、ですがお客様は確実にその色見本というものを見て買っているわけですうん、うん、でそのえっ、ー、とお客様がそれを比較したかしなかったか、えー、もしくはですねえっ、ー、とそれらがえっ、ー、と本当に役に立っていたかっていうところから考えて分析をすることによってコストの削減にもつながるんですね。 あの他にも例えば試食コーナーとかやってるじゃないですか、はい、あれ僕結構食べるんですけど食っても食わ買わねえなみたいな <laughs> でもそういうことあるかもしれませんよだから意外とそういういろんなプロモーション効果っていうのが勘と経験でなんとなくこのくらい効果あるだろうと思ってやってるんだけどもしかしたらそういったものが。 かなりり可可視化されれるる能性が出て,くるっていうおっしゃる通りですねあのこれはの入山先生の世界標準の経営理論の中に入っていた野中育次郎先生の石モデルにもあの当たるかと思うんですけれども、はい、あの暗黙知を形式化するっていうプロセスの中でこういったデジタライゼーションというのは非常に必要になってくるのかなっていうふうに考えてます。うん でですので、えー、と今あの、お話になりましたようにあの店舗にいらっしゃる方の,その経験則ですね勘や経験というものは非常に大切ですのであのそういったものはどんどん深めていただいてでそれが本当に正しかったのだろうか、えー、ともしくはです、ね、チャレンジして、えー、やっていったことが、えーとまあ、正しかったのだろうかというところも検証するということができるという、はいまあ、そんな感じでございます。さてでですねそんな中であの今回のテーマが 小売りチェーンが仕掛ける DX 戦略というテーマなんですがあのズバリこれ山本さんと結城さんにお伺いしたいんですが今、この動画自体もですねまあ日本中の小売りの経営者の方なんかもご覧な関係者の方がご覧になっているかなと思うんですがそういうその小売り業のですね関係者や経営者に向けたアドバイスというのは何かありますでしょうかね。 偉そうにアドバイスっていうことはないんですけれどもやっぱり重要なことはまあ先ほど申し上げた可視化のレベルを上げるってことだと思ってまして、はい、それは例えばウェブのマーケティングですと、はい、ウェブ上のど,のどこをクリックしたとかですねどこをよくあのマウスが通過したとか、ねはい、このカチッとやったかどうかで,ですか全部トマップを作ったと で今やられているのはある意味それと似たような形で、うん、ですからそこのクリックするところあるいは立ち寄る場所が多ければそれだけコンバージョンのレートが上がるんですよねとい,、はい、いうことでしょうしあるいはそこにもっと付加価値のある情報例えば、えー、よく我々のところで問題になるのは品切れですよね商品がせっかく来ていただいても買いたいものが、ねはいいものすすごい機械損失なんですよね。でも例えばそれがいつ 入荷でできますとううのが明示されてたらどうでしょうかとかあるいはお店に行く前にこの商品があるかどうか在庫があるかどうか確認できたらお客様の体験でどう変わるでしょうかって考えるとやっぱり顧客側に対してもこの可視化のレベルは相当上げる必要があると思ってますしでもちろんあのオペレーションまあ社内のオペレーションとしても在庫が見えて見えてるか見えてないか正確にですね捕まえられてるかどうかっていうのは業務の品質に相当大きな オペレーションの品質に影響を及ぼしますから、はい、やはりこう全面的な可視化人の動き物の動きお客様の動き従業員の動きみたいなことが全てまあ手の内に見えるようになるとまあこのデジタル化っていうのは非常に威力を発揮するなと思ってます、うん。 そうかだかだら顧客の購買行動も大事なんだけどそれにまあ在庫状況とか店舗にいらっしゃる店員の動きとか、はいはい、あるいはバックヤードの人の動きとか、はい、そういったものが全部それ一体化されるとより強いということになってくる。 しリアル店舗ははそういうういい方に行くはずだっていうことこなわけです、ねはい、リアルの店舗はわざわざお客様が買いに来てくださる場所なわけですよね。わわざわざ買いにに来る場所確かに、えー、どうしてかと言いますと普通にコンシューマー,、まあ、ー,マー商材要するに一般的な、うん、どこででも売ってる商品であれば、はい、別に近所の商店で構わないわけですしわざわざそのちょっと離れたスーパーマーケットまで来るってことはそういった商品だと思いますからそのやっぱりあの期待を裏切らないっていうのはわれわれのオペレーションの要だと思いますね。ね ユキさんはいかがですかはい。日本中の小売の経営者サービス業の経営者が考えているのは DX を技術の問題と捉えているんですねなるほどところが山本さん言われたようにですね、経営イシューの問題なんですね、うん、そういう根本的な DX への向かい方まあ今回のコニカミノルタのこのシステムもお経営イシューがどのように反映されるかというためのシステムなんですね それから、うん、オンラインとオフラインと言いますけれども、はい、オンライン v s オ,オフラインという考え方もまだ根強く残っていますオンラインとオフラインが融合するそ,れをその融合を助けるのが DX でありこういったシステムだという,<そ>こう,いう考え方です、ね、つまりオンラインというのはまあデジタルですよね我々はスマホとかいろんなもので物、ね、を買うとオフラインというのはリアル店舗で物を買うののそこが対立するものじゃなくて、ええ、融合するのが本当の DX である 融合してこなければあ、やっぱりこのトランスフォーメーションとは言えないということですね。実際にアメリカでもそのオンラインの最強の Amazon.com が、はいうん、オフラインのおホールフーズマーケットという素晴らしいオーガニックスーパーマーケットを買収しました。確かにリアルのね店舗、ね、を持ってるお店を買ったわけですもんね。うん、で、そのまあ対抗馬であるウォルマートも さまざまな、うん、オンラインの仕掛けをするし、うん、人を、まあ、スカウトしてそちらをやるつまり両方ともオオンンンラインとオフライイとフの融合に向かっているわけですねでそういう時にこの今回のような具体的なツールがですね、えー、山本さんが最初におっしゃったように利益に貢献するというところを見せてくれないとお相変わらずオンラインとオフラインがこう 対立軸というふうに捉えられてしまうということですね。ヤンさんもさっきからもう首がもげんばかりにこうなずかれてるんですけど、<laughs> もやっぱり同じご意見。そう思いますね。まあ今オンラインとオフラインってまあおっしゃるどちらかというとそちらはですね、実はオンライン側からのお話で、うん、我々からするとリアルのお店とその外なんですね。うん、その外の世界にはいろんなタッチポイントがあるはず。その一つがまあオンラインだということですね。そこがチャンスなんだ。えですから最近はやっぱりオンラインというよりも。 それはお客様に我々の方から寄っていくんだみたいなイメージはそっちですね、<ー>来ていただくのと寄っていくという、その2つの軸かなと思っています、ね、これ、斉藤さんにお伺いしたいんですけど、斉藤さん、多分いろんなこういったお客さんっていうかね、<laughs> あのこのリアル店舗を買い替えたいという現場の会社さんとお付き合いあると思うんですけど、これね、山本さんみたいにちょっとはっきり言うとさっき、今、結城さんがね、あのその技術じゃなくて、衣裳の問題なんだって、すごい金言だと思うんですが。 やっぱりこの本当に経営として事業全体として変革するのが大事だっていうお考えのことだと思うんですよね。でなかなかただそう必ずしもこういった結城さんとか山本さんみたいなお考えを持ってるお客さんだけとは限らないじゃないですか、はい、今、改革されてる会社なんてその辺のご苦労とかあるいはこういうことそういうこ,ういうこういうアドバイスをしているとかデータ分析をするということはあの現場の方は必要性を感じていらっしゃるカスタマー様が非常に多いんですね。はい でやりたいという機運が盛り上がってもなかなかあのトップの方につながるアクセスポイントがなくて話が立ち消えてしまったり、はい、トップの方のディシジョンが遅れてしまったりということが非常に多くあると思います。 で今回はあの山本社長にあのお取り扱いいただいたのはあの流通経済研究所様との,です、ね、あのコラボレーションが実現して、えー、そのデータ分析をアカデミックな知見として生かすというところからも入っていますですのであのデジタルだけではなくいろいろな観点からです、ね、デジタライゼーションというものを捉えてあの山本社長に使っていただいたでそれはです、ね、あのやはりトップの方の判断であのがっちりです、ね、あの取り組みをさせていただいたというところがあの大きかったのかなとうう思っております。なるほど なるほどね。まあ日本中でこういうことはもっともっと起きてくるといいですよね。本当ですね。ね。ゴーインサイトで取れるものとして一つは数値的なデータなんですけれども、もう一つは動画のデータも見られるようになってます。これはあの個人情報に配慮をしてきちんとあの頭部の部分とかにはぼかしの処理をかけた。 形にしてるんですけれどもその動画を見るっていうことで定性的にどういうような購買行動をしてるんだろうとかどんな買い方されてるんだろうっていうのがこう分かるようになってるんですね。これまで売り場にいらっしゃった方が何人ぐらいいて男性が多いのか女性が多いのか若い人が多いのかミドル層が多いのかそういったことは全く分かっていなかったんですね。でそういった売りり場へのの立ち寄り者の属性情報が取得できるというのがまず 一つです次にですね、滞在の情報なんですけれども、どのエリアにどれぐらいの人がどれぐらいの時間滞在しているのか、そういったところも、もちろん今までデータは取れてなかったんですけれども、そういったデータも取れるようになっております。商品への接触というところで、Go インサイトですと、何の商品を何時何分何秒に、まあ、どういう属性の人が手に取ったのかというところがあの情報化。 されていきますどういった商品とどういった商品を比較検討しているのか、その結果、最終的に何を買って、あるいは何を買わなかったのかというところがこう分かってくると、こういうものが時系列のデータとしてどんどんたまっていきまして、あの分析に活用できるというような仕組みになっています。こちらはですね霞様ののあるる店舗における、えー、総菜売り場の あのデータになってくるんですけれども、商品棚がこうありまして、赤いものが接触の回数、つまり手に取った回数が多いもの、色が青いものが手に取った回数が少ないものなんですね。こちらを見ますと、上段の方の上の段の方の商品はあまり手に取られていなくって、下の方の商品に集中しているということが分かるかと思います。それから売り場の方中でも中心、中央付近に集中している様子っていうのも一目で かかるかなといいううふうに思いますそうすると商品によって例えば購買層とか興味関心を持つ層が異なるんではないかっていうことも分かってくるあの主婦の方がお昼にこう手に取ったりするのと、まあ、単身の方が仕事帰りに手に取ったりするのとではやっぱり異なるんだなっていうことも分かってきたりしますでこういったことから商品の棚割り計画っていうものに生かすことができまして例えば売れ筋の商品はあえてもう冗の方に置いておいて 売り上げが伸び悩んでいる商品を中央から下段に置くとか、そういったあの戦略を取ることもできます。でこれまでにあの取得したショッパーデータというのは、延べ30万人ぐらいを超えるかなと思ってまして、その中で特にあの活用事例として多いのが、あのメーカー様がご活用いただくときは、反則物の効果検証っていうのが多いんですね。どういった反則物が どんなカテゴリーのどんな属性の人に対して一番効くのかっていうところが今までこう全く分かってなかったと。で、それをこういった Go インサイトを使うことによって購買コードを解析して最終的には反則物の効果っていうのを定量的に A の反則物は30、B の反則物は20、C の反則物は15みたいな感じで。 数値的にに表すことが可能になりましたでそこの評価のポイントとしましてカメラを設置してデータを取るっていうことを目標とはしていなくってあの我々はあくまで課題解決を目標としてるんですね。ですのでデータサイエンティストというのもその課題解決を支援するためにそのデータという観点で支援をするためにあの一緒にお客様と伴走しているっていうような形にしておりまして。 そのテクノロジーというところだけではなくて、サイエンスの観点とまあコンサルティングの観点であの評価を頂い,いているっていうような感じになってます。やはり、売り場に来て楽しいっていうところを演出するっていうこともできますし、小売店舗さんで働いている方だったりとか、メーカーのマーケターの方、そういった方の楽しさっていうのも。 あの演出したいなっていなううふうに思ってます本来マーケティングって何か新しい発見だったりとか気づきがあったりとかしてこういうふうにすればいいんじゃないかっていうことをこう出していくもの人間ならではのアイデアみたいなものがマーケティングだと思うんですよね。でその気づきを得るための材料っていうのがこの Go インサイトにはたくさんあると思っていますのでそういった働き方の改革働く人が楽しんで 仕事をできるようなことを演出していくっていうところも、ゴーインサイトではやっていきたいなっていうふうに思ってます山本さん、これね、これ、経営者視点でこういった仕組み、活用されることで、さらにこういったまあ店舗の課題解決していきたいみたいなことって、何かあるんでわれわれ,れ、れれれ我々食品の量販店と言われるまあスーパーマーケットというのはですね、はい。 お客様の数っていうのを一応どう考えているかというと、はい、レジの通過客数なんですねお客の数とはレジを通過する数である、えー、ですから入店客数じゃないんですよなるほど入る人じゃなくてレジを通過する人、はい、ということでと、ね、いうことは先ほどの通りこれコンバージョンレートって普通言われるじゃないですか顧客転換率が見えないんですよつまり我、はい、EC サイトなら入る、はい、つまり例えば Amazon とか楽天のウェブサイトに入って、はいえーえー いいるる人もけけどどほとんど実は買ってないわけですよね最後にクリックして買った人だけが、うん、まあ買ったことはそれのまあ比率のコンバージェントレートって<う>いうわけですけどそ,<う>それを今までリアル店舗は測っってなかったそうです見えないでですねですねから顧客転換率が見えないっていうことは、うん、そこにいっぱいドロップしてるはずだっていうことでしょうしあともう一つはやっぱり例えば並べ方を変えるその陳列のやり方を変える集め方を変える。 まあ我々その商品編成なんていうわけですけれどもその編成の仕方を変えるってことはこれ我々の,その提供価値をどう変えていくかってことなんで、うん、今度は内部の知見ですね内部でその商品をどう揃えていったらお客様のインサイトに刺さるんだみたいなことをですね、えー、これは我々のこう修行務ですからその能力を上げるっていう意味ではそうでしょうね。今までは販売数しか分かんないですから、うん、そうではなくてタッ,チタッチはこれだけあったんだって言えば何かもっと。 考えることはいっぱい出てくるはずでしょうし、ね、いや相当これ変わりますねもうありとあらゆることが本当は分かってくるわけで,、うん、そ,でそこでいかに工夫できるかがこれから勝負になってくるってう、うん、そう思いますねユキさんはいかがですか今の山本さんの話は、はい、店は先ほども、うん、ノウハウの宝庫と言いましたけれどもね、はい、うん、経営者が何らかの意図を持ってお店を改善しようと考えるこれも当然のことですけれども えー、その改善にはこれ大いに役に立ちますね、はい、それからお店を改装したりリニューアルしたりという時にも古いお店にこういうカメラを設置してお客の動きを見てあここは改善改革しなきゃいけないということで投資する一番効果的な投資ができるそのツールになるということですね、うん、えー、そしてそういう改革をした既存のお店で改革をしてリモデルしたものを 新しいモデルを作る新店舗を作るときに役立てることもできる まあこれはお店を作るという意味での改革に大いに役立つということですけれども現場の人たちは日々商品マッサージというのをやってます商品マッサージというんですか商品の入れ替えをしたり<ー>フェーシングと言いますけれどもこの商品は二フェースだけどもこの商品は四フェースを置こうだとかフェースって単位があるんですか、ね、そうですね並べる時のフェーシングと言いますけれどもねこれも日々変えてるんですねでこういう日々の仕事こちらのほうが売れるから こちらはもっと売るためにフェースを広げようだとかこちらはまあお客さんそんなに多くないからフェースを3フェース取ってたのを2フェースにしとこうだとかこれ現場の意思で買えるわけですけどもそういう仕事に大いに役に立つんですね。さらにこの商品は あ特売でお値段下げたけども、うん、あんまり寄り付きもよくなかったし売れもしなかったなあという時にはその特売のやり方そのものを改善改革する時にも役に立ちますね。あ今まで、ね、僕が好きなテレビ番組で、ね、某テレビ東京の「ガイアの夜明け」っていう番組なんですよ <laughs> あれでよく、ね、スーパー特集やってるとスーパー店長とかねそういうのがやってきて店舗を歩き回るわけですよ。あーとか歩き回って ここの棚が甘いみたいなことやってちょっとブワーとかやったりする <laughs> まああれ,あれですごいんですけどあれ要するにその店長の勘と経験でやってるじゃないですか、うん、そうです、うん、でそ,それでね2フェイスを4フェイスにしろみたいなやってるわけですよでも実はそれはそれで店長の勘も大事なんだけどこれが全部データで可視化できるようになってくるっていうそういうことですその効果がわかる店長に限りませんねもうベテランの優秀なパートタイマーさんがあ,あんまりその時給で働いているけれども すすごく貢献しているる場合があるんですねそれはその方のスキルやあ経験値が生きてるわけですけれどもそれも客観化することができて他の方々にそれれを伝えれば会社全体が良くなるとだから逆に言うと、まあ、今までそういうベ,ベテランの方の勘と経験に頼ってたのがもう大胆に言うとパートの方とか高校生のバイトだってデータさえ見ればできるかもしれないっていうそういう時代なわけですね。 斉藤さんね、このゴインサイトっていうのは、もう先ほどの V. T. R. もくていろんなデータ取れるっていうのは分かったんですけど。これ、データの取得そのものも、なんかソリューションとして意識されて。もともとこのゴイン、ゴインサイトっていうのは設計されてるんですか。あのもともとは、あのカメラで、この。行動を、こう可視化するっていうことを、ベースに。してたわけですねか確かに、コニッカミノルタさんといえば、もともとはね、はい。 カメラ事業もお持ちで、はい、まそういう映像に強いわけですもんね。そうですね。ありがとうございます。あのそういった意味ではですね、あの小に神ノルタあのの本体の方ではですね、あの老人ホームにこのカメラを設置して、うんえー、その一、えー、人で、えー、まああのお部屋にいらっしゃる方がベッドから落ちてしまった時とかですねのために、えー、まあ、その行動が、えー、可視化されるようにですね、あのカメラを設置したりっていうことも使っております。 で私どもはこのマーケティングサービスという形で、えー、そのえっ、ー、とカメラの技術をマーケティングとして応用するということをあのまあ旗印にしてあのまあマーケターのやりたいを実現するというところをですね、えー、まあ愚直にこう追求してえっ、ー、とカメラのえっ、ー、と使い方と性能を、えー、店頭用に変えたということです。マーケターのやりたいを実現するというのはビジョンなんですね。そうです。ありがとうございます。だかもうマーケターのための もうそのサービスに特化しようと。はい。もうあのそこにフォーカスしてあのまあナローアンドディープになっちゃうかもしれないんですけれども、うん、あの特化してやっております。なるほどね。まあだからやっぱりさっき言ったちょっとその比較的アマゾンとは違ってて、はい、マーケターの人小売日本中にいらっしゃるいろんな小売りで。はい。 そのマーケターの方がもうね日々悩まれているわけじゃないですかそこを解決するためのツールとして使ってほしいとということなんですねメーカーさんであれあの小売業様であれあの日々あの店頭に接してデータに接している方はすべての方がマーケターですのであのそういった方々のやりたいを実現するということが私たちの目標ですなるほど結城さんにお伺いしたいんですけどあのとにかくこれからそのコロナの、まあ、だんだんコロナが終わっていくであろうこれからの世界において あのもうう顧客行動かなり変わってきたと思うんですねで先ほども冒頭にもスペイン風邪で変わったんだとてお話がありましたけどこれからのニューノーマルの時代っていうのはまあ顧客の行動っていうのはどういうふうに変化していくだろうとさまざまなことが言えると思いますけれども、はい、一つだけ象徴的な話をしますとねスーパーマーケットという食料品を中心にしたそういう業態の店頭を見ていると。はいう お客さんの使うお金の種類が2つに分かれてきたと思うんですねお金の種類が分かれてきたうん、財布の中にあるお金、うん、それから銀行に預けているお金それを使うときに金欲的に使う場合と協力的に使う場合 <laughs>、えー、金欲的に使うのを金欲円と言ってんですね協力的に使うのを協力円と言ってます価格コンシャスが非常に高いですから、はい、将来が不安ですからね 金欲的に使う生活マネジメントのための消費はさらに絞られていってまあ家庭でもお客さんたちが雑巾を絞るように節約して、うん、一方で協楽的に使うものにはどん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 お金を使っていくこれがこの最近この1年のですね店頭によく出てきましてで強楽的に使うということは考えてみると、はい うん、ディズニーランドに家族4人で行くと、はい、うん2万円3万円4万円かかっちゃうんですけれども、はいえー、これまでは特にスーパーマーケットは、うん、客単価といってお客さんが1人のお客さんが1回買い物に来て平均いくら使うか、はい、なっという時に2,000円だとか3,000円などという、うん、まあ客単価があって。 その2000円や3000円しか使わないのに2000円の商品を並べても売れないだろうと言われてたんですけれども、うん、今は一つのパックが2000円の先ほどおっしゃってた牛肉和牛の特 5A のようなですねはい、はい、そういう商品も5000円の商品もばんばん売れていくところがあるんですね。的な 円の使い方と金欲的な円の使い方同じ財布の中にあるものがその二手に分かれていて面白いでこれは結構出てきていると思いますねもちろん全ての店でそういうことができるわけではないですけれども、はい、これは日本の経済を回していくという時にも共楽円というものに対して、えー、視野を持つと面白いことができるんじゃないかなというふうに まあこれはまだモニタリングした感想のレベルですけどね。めっちゃ面白いですね。うん、山本さんいかがですか。金欲の部分、消費と凋落の消費があるっていう。<laughs> はいはいはい、あのいや非常にあの小さいに飛んだ言葉だと思います。別の言葉で言うとですね、申し上げるとおそらくショートタイムショッピングって言われてた部分とショ,ショートタイムショッピング。ングつまり短い時間で買い物しましょう、はい、っていうのはずっと言われてましたね。はい、でもそれって本当に便利で早いんですけれどもある意味。 金的な縁ですねでそうではなくてもう少し、えー、ゆっくり滞在するいろんなものを味わったり体験したりっていうまあ逆に言うと長い時間いてもらうみたいな、はいまあ、つまり探してて飽きないとかですねいろんなものがあって目新しくて飽きないみたいなおそらくこの二極化は避けられないですね。ですからおおお客様のののやっぱりそこにおけるお金の使い方ってい方うのは ショートタイムの場合とそうでない場合は全く違うということだと思います。ということは同じスーパーの店舗に来るお客様でも、はいはい、この人はショートタイムで禁欲的にやる人と、はいはい、実は例えば同じお客様ですら例えば曜日によって、はい、今日はちょっと驚愕的に買っちゃおうみたいな、はいはい、そ,その違いも出てくるっていうそれもあると思いますし、はい、おそらくそれはこの提供者側の。 問題じゃないでしょうかね、うん、要するにこう当社は例えばショートタイムに特化してますっていう売り場を作ってしまえばショートタイムになりますしなるほど、ね、あとはその,コストと収益のバランスの問題になると思いますがち,<の>ちなみに山本さんのお店ではどういう戦略を取っていこうっていう,う我々はやっぱりこう北関東っていうことでいうと割といろんな広い,、はい、広い客層に向かってってことですから今のお話でいうと両方と思ってます なるほどある店舗においてはショートタイムです日常ですしある店舗においては今のいろんなその品揃えであるとか買い回りを楽しんでいただくとだからまあ逆に言うと両方に対応しなきゃいけないということはますますその顧客の行動データが大事になってくるっていうですから顧客も良きになりますねなるほど。<laughs> 顧客もそうか、両利きの系でいうとこの顧客も、金欲と強楽っていう、両利きですね。なるほど、なんか結城さん、めちゃめちゃうなずかれてるんですけど <laughs> で、金欲も強楽も全体にコストパフォーマンスは高くなきゃいけない、コストパフォーマンスが高くないと、強楽の部分は売れないということですね。うんうん、あのいや、私もね、正直、ちょっとこの金欲と強楽って、めちゃめちゃ分かるなと思って、スーパー入って、最初ね、金欲なんですよ。 なんか納豆とか、うん、あ口たけえなみたいなやっていくんだけどだんだん行って最後あ揚げ物コーナーとかなんかねお,お酒買うとこになると急に気がなんかでかくなって <laughs> <laughs> あんまちょっと発泡酒ゃなくていいよねみたいなこう買ってここさっき前半できちってたやつ何だったんだみたいなで気,づ気づいたら5 6千円いっちゃってる時とかあるんですけどで,でもまあ顧客ってそういうもんですよ、ね、そういうのもそれはもしかしたら斉藤さん例えばそういった僕みたいな、はい、あのお店入る瞬間禁欲的なんだけど。 途中のプロセスを経て最後、レジの直前になるとかなり強烈的になってるんですけどこう,こういう人がどの辺でこう行動が変わったかとかいうのもあの理想的には多分可視化できるわけですよね、強引サイト あのそのタッチポイントごとにですねあのお客様の行動というものをデータで可視化することはもちろんできますで、あとあの、購買に結びつかなかったとしても、えー、と例えばですね、えー、と今あの結構お店に付いておりますデジタルサイネージですとか、はい、あとビデオが流れているものをお客様が見てそれを購買に、えー、と結びつけていたかとかですねあのそういったことも可視化することができますのでそれによって、えーまあ、お客様がそれを見て買っていれば単価アップにつながったとかですねそういったことも測定することはできます。 きます。なるほどね。ゆきさんいかがですかこの辺りは。あ、その通りだと思いますね、えー。で、そのデータを読み取る側の人の問題がやっぱりここでクローズアップされてくると思いますね。えー、お客様の動きが分かってきたと。 うん、分かってきたけれどもそれをどのようなお店の作りだとか売り場の作りだとか商品にするかメーカーの皆さんもどのような商品にするかそこはどうしても人間が考えななきゃいけないけんですね、うんえー、藤井聡太竜王っていう将棋のはい、はい、天才が AI を活用してで,、ね、でも最後には藤井聡太という人間が考えているわけで。うんうん 店で働く人たちがこういうツールを使ったデータをどう読み取るか、うん、そしてまたそれが迫られてるんじゃないかと思いますね、まあ、まさにこれって今日前半も出てきたの経営とということだと思うこだ思んですよね今まで我々データを取るところすら大変だったんで店舗 <coughs> だと。 それがなかなかできないからそこに皆さん苦労されてそれこそ店に来たお客さんをこうなんかこう追跡あの後ろをつけるみたいなまさに地の進化ですよね作業されてたわけですけどそこが今全部データで取れるから地の進化の部分はただ問題はそのデータを使ってどういうインサイトを得てお客さんに新しい価値を提供するかこれまさに地の探索だと思うんですけど。 それをがやっぱりこれからの小売業の競争力に求められてくるっていう山本さんそういう理解でよろしいですか。はい、そう思います。あの探索においてはやっぱりある一つのものにこうかけてやるってことではなくて、はい。 いくつものこう小さい手を打ちながらどれが一体ヒットするんだろうってことを結構手数をいっぱい打つ必要があると思ってます、はい、そういう意味ではそのこれまでの,その意思決定のあり方とか投資のやり方とか例えばこういったデジタルに対する投資のあり方なんかも相当変わってきてますし我々も非常にこう短いサイクルでどんどん新しいものをローンチしてだめなら撤収するよければどんどん広げていくみたいなそういう活動に変わってますね。うん もうスタートアップ企業みたいなことされてるんですね。そういう感じになります。ですから探索側はそんな感じですね。えー、なるほど、サイトはいかがですか？<coughs> この辺については、多分このゴーインサイトもうまく使うと、はい、そのお客さん、あのクライアントさんが量危機器の経営のツールとして使ってくれて、理想的には山本さんの会社みたいにう探索の方でうまくチャレンジしてうまくいかないなら、また別のチャレンジ手を打つみたいな。はい そういううになっっっててくるときっときき変わってきますよねそうですねあの、やはり高速回転であのこれらの,です、ねあのまあ、実験といいますか、あのまあ、アジャイルですよね、はい、をやっていただくっていうのがあの本当に大事だと思っておりますので、あのそのためのツールとしてはです、ね、あのまあ、あの存分にあの活用していただけるものだと思ってますいや、なんかいよいよこの,この,この、まあ、デジタル化が進んでくることで、小売店舗がなんかベンチャー企業みたいになってくるっていう。<laughs> そうだと思います逆にそのベンチャーの俊敏性みたいなものをどう,こう体内に取り込むか企業内に取り込むかということがまあポイントかなと思ってますね。なるほどねというわけで多分これからねあの茨城近辺の方霞に行けば行くほどお店がなんか毎月進化してるっていう、ね、<laughs> ことになってるかもしれないわけですよね。はいはいはい <laughs> というわけであのここまで「ですね、えー、ニューノーマル消費者行動はどう変わる?」というテーマで「えー、サバイブ2030」をお届けしてきたんですがさんいかがでした今日はいや面白い番組だったと思いますね。山本さんはもうデジタルの申し子のような経営者でね、うん、こういった経営者は日本中探してもあんまりいないんですね小売業にはね。 えー、その意味でリテラシーが非常に重要だと思いますリテラシーつまりデジタルに対する理解ということです、ね、まあ今若い経営者はそういった方がたくさん出てきていますので、えー、これからの将来小売業の将来は非常に展望が開けたなというふうに感じますねで、この番組はそういうことに非常に貢献するんじゃないですかねあそういう番組まで褒めていただきあいます、ね、<laughs> ありがとうございます、はい 山本さんはいかがでした今日は、はい、あの本当に大変サイに飛んでお話であの自分自身非常にあの刺激を受けましたで改めてですね我々やっぱりこうデジタル化みたいなもしくはこうビジネスを進めていくその原動力は先ほどから何度も出てまいりましたやっぱり人の力なんですね、うん、ですから例えばデジタルを素早くこうリリースできるそういった人材力であるとか売り場を素早く変えていける これ結構あの精神的なバリアが邪魔をするんですね。人間変化怖いですからね。ええ何かやった失敗したら怒られちゃうじゃないですか。はい、ですから怒られないように怒られないように行動しちゃうんですけれども、そうではなくてやっぱりそれを乗り越えて一歩前進していくっていうそういったマインドがですね企業の中にやっぱりこう溢れることが大事なのかなと改めてちょっと今日感じました。いやもう本当なんか。 ちょっと僕もあのいろんな経営者さんに毎日お会いしてるんですけど結城さんがおっしゃる通りちょっと波のスーパー経営者じゃないですね <laughs> なんかおっしゃってることがイノベーターとかベンチャー経営者のおっしゃるようなことを <laughs> あの平気でおっしゃるのでだからまあ逆に言うとこれからです日本中の小売業さんも結城さん、あれですよねちっと山本さんみたいなマインドを持って <laughs> うまくデジタルを入れてあの会社を変えてほしいという現場を変えてほしいってことこですよねそうなりますね。 それが競争力に直結してくると思いますもちろん山本さんもおっしゃったように現場が大事ですから現場の部分も進化させていかなければならないでしょうし同時に探索の方もやらなきゃいけないということになります。まあ、両方やるっていう非常に厳しい要求をするわけですけれども、はい、ん観難は商人を鍛える私はそう言ってまして、えー、こういう状況が商人を鍛えるんだなということですね。なるほど というわけでねそのまさに両方やる目の前のことをデジタル化してものすごくデータを取る一方で新しいことにチャレンジするっていうそのためにも多分あの今日ご紹介いただいた強ーインサイトが役に立つ可能性があるのかなっていうふうに思ったんですが。 斉藤さんどうでした今日このお話お二方の話聞いてみてあのいろいろあの貴重なあのお話をですねあのいただけましたことを本当にあの感謝しておりますであのゴーアインサイトのサービスはあのまあ機械学習であったりですねあの AI の部分をあの対応はしてるんですけれども。 これはあの人を代替するサービスだとは全く思ってません、うん、あのあくまでもやはりですねあのマーケターですねあの人に対してですねあのサポートをするあのそういった寄り添えるツールであるというふうに思っておりますのであのこの 共存ができるものだというふうに確信しておりますのでえまあぜひですねこれらであの店頭をですねあの可視化してですねどんどんですね楽しい買いやすいそしてですねお客様が喜ぶような売り場作りですねに貢献できればというふうふに思っておりますあの今、斉藤さんおっしゃっていただいたポイントねこれからって通常の EC というのは便利という意味ではもめちゃめちゃ便利じゃないですか EC ってはっきり言うとあるわけだからそれをクリックすれば手に入ると。ただ、まあ ちょっと別に意志悪いいいわけけじゃななど楽しくはないですよね便利だけどだけどリアルな店舗っていうのは今までももちろん楽しい場所だったんですけれども本当にここにデジタル化が入って我々の顧客の本当に購買につながるまでの行動が楽しい方が買えますからそこがもっともっと売り場が楽しくなっていくってことですね斉藤さん <はい S 1> そうすると EC で買うことの真逆としてまあまあエンタメ空間ある意味大胆に言うと。 物を買うためのエンタメ空間としてのリアルの小売りの現場がもっともっと楽しくなっていく可能性があるっていうそういう理解でよろしいですかね。そうですねですのであの売り場であの売り場を作っている方もそうですしお客様もそうですしあの皆さんがこう楽しんでですねお買い物ができるあのそんなあの場作りのためにですね貢献できればというふうに考えています、はい。というわけでねこれから日本中でこうやって小売りの現場がデジタル化していくと実は お店がより楽しいエンタメ空間になると、楽しむために買い物に行くなんて、きっとかすみさんなんかこれからどん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 そういう風になっていくんだと思いますんで、あのぜひそういう楽しいリアル空間になっていくっていうことをね、あの期待したいし、そういう未来が来るっていうことですよね。はい、じゃあそれを楽しみにしたいと思います。はい、というわけでお時間となりました。本日はお忙しい中ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。サバイブ二ゼロ三ゼロ、また次回お会いしましょう。さようなら。